6月1日ですね、ここの事務所の堀良一さんに前回来た時に2週間証拠集めて、その後に証拠集めて30分か1時間の予約して、ものの3分で帰れって言われました。だから交通費くださいと、呼び出しといて帰れって言われたっちゃけんね。そしたら所長の人が、前回名前すら名乗らなくて所長がいるから来ました。そしたら所長が、苦情は聞かないと、話は堀さんという弁護士でこういうことがありました、所長さん話聞いてくれませんか、聞かないと、今はね職務中だからって、だから職務以外の時間空けてくださいって言って今話したけど、聞かないって言われた。私はね、柏浜イオンに歩き寄ったら共産党のボランティアの人に声かけられて話をしました。そしたら事務所に来てくださいって言われた。で事務所に行ってね、共産党の人に声かけられたけん言ったの。行って堀を紹介させられて、ここに来なさいって言われて、来たらね、ものの3分で帰れって言われた。交通費を返してもらえませんかね、人を呼び出しといてね、証拠集めろって言ったからね、帰れって言ったよ。弁護士法違反でもあるやろ、二度とこんなことしないでくださいって。堀さんに直接注意できますかって言おうとしたら、共産党のどこどこに言っても本人には言えない、独立しとけん、じゃあ直接本人に言うと思って、そしたら責任者の人が話聞かない、一切何も聞かない、是正してもらわんと困るっちゃけど、あなたたち法律事務所が弁護士法違反をしてることになるやろうが。